おはようございます。5月21日第636回ポゴナカウラニマルラジオになります。今日はね、ミスジがちょっと買い込んできたらだんだん肌の色が濃くなってきたという感じなんで撮ってみました。赤さもまあまあ赤さは出てきたんですけど、どちらかというと全体的にね薄色からちょっと濃い色になってきたんで、まあやっぱり環境でねだいぶ変わってくるんだなっていうのがなんとなく、見えてきました。白底なのか光が当たり、まあ、今紫外線とバリバリ当ててるんでね、そういうのも影響しているのかもしれないんで、まあ、赤みが出たらなと思うんですけど、まあ、薄いオレンジみたいなのは綺麗に発色してきてはいるんでね、まあ、それはそれで満足なのかなという感じです。でちょうど金魚の羽がいたんでね、今金魚の羽をほとんどのメインにして、あ、うんこしましたね。あとはあれですね、あとはポゴナの餌しかあげてないですね。人工飼料はまあいい感じで育っても食いつきも非常にいい感じです。で、まあ、前回ね僕ちょっと失敗しちゃった時にその飼ってたミスジが首のところがね甲羅が上に反ってしまったんでね、まあそれを踏まえての人工飼料は何ですか、鎮火性にしているという感じです。そうすることによってねそこが、まあ、比較的上がりにくいんじゃないかなっていうふうに考えてます。上を常に向いていて上に餌が来るっていうんでね、ただ水深を浅くしてしまうとミスジの甲羅が薄くなるっていう話をねミスジ結構やってる人に言われていて、いやすごいうんこしますね。なので、甲羅が完全に浸るようにしつつちょっと浅い場所を作ってね、いやすごいうんこしてますね。でかつそれで人工飼料を上に浮かせないことによってね、首のところの甲羅の反り返りを防ぐというような感じで、そこをちょっと気にしてね、綺麗なフォルムに育つようにやっています。でこれは中国香港から多分サイテスを切ってきている、しっかりしたものなんですけど、向こうで多分あれなんですよね、下多分進化性の餌食べてるような気がするんですよね。それか水深を浅くしてあんまり上を見る必要がないような飼い方をしているのでちょっとわからないんですけど、このミスジもそうなんですけど、南シガメもね、上に来ないんですよね、餌をやってるとあんまり。なら現地でのね養殖場の飼育方法っていうのはそういう感じなのかなというふうにちょっと考えて、おります。なので、まあ、逆に言うとうちの餌はねポゴナの餌を食いやすいような感じですね、こいつらは。だからなかなかいろいろな面があるなと思って、ね、飼育環境って全然違うんですよね。でエキスパンサーちょっと下から拾うな苦手っぽいんですけど、まあそれでも食いつきはいいんでね、まあそれはそれでいいのかなというふうに思っています。なんかエキスパンサーの方が逆に浮上の方が向いてるような気がするんでね、ポゴナの餌の浮上性っていうのをね早く出せるようにちょっと、皆さんにも売り上げに貢献していただきたいなと思っています。まあ同じ成分の浮上と鎮火が出たら多分浮上の方が売れてしまってねあれなんですけど、まだ鎮火のメリットっていうのが一応ちょっとこれからね、そういうふうに提唱しながらやっていけたらいいのかなと思っています。そう本当ここの首の反り返り僕ね昔からよく飼っているファンになってしまうんでね、そこだけはどうにかしたいなというのを常に思っていたんですよね。かといってじゃあ水性が傾向が強いカメをね陸で飼うっていうわけにもいかないし、だ頭部に関して言えばその甲羅をきれいに育てるのにはって言ってね最近陸飼いをお勧めしている方が結構多いんですよね。僕は水飼いをしていたんでねあれなんですけど、陸でなんか葉っぱとかがあるようなもう湿度が高くなるような感じの環境を作ってあげて、育てると甲羅が頭部をきれいに育つって話をね、いろんな方がされてるんで、ちょっと今年新しく子供を飼うときはね水飼いじゃなくてやってみようかなと思っています。だから去年ねベビーで飼ったカメでね水飼いなんですけど、今僕のやり方はその朝晩、背中の甲羅がね完全に浸かるような感じで、やってし、それが終わったら薄い水だけにするっていう飼い方なんですよね。これでやってるとその甲羅はまあ綺麗に育っているんで、まあ、一応まあ悪くはないのかな。で
特にその餌としてはその保護の餌をね、やってるんですよね。だから下に餌を取りに行くっていう感じなんで、まあ綺麗に育ってると思います。これですね、ブリダさんからね、たまに紹介していただいてるって聞いて嬉しいですって話だったんで、まあ、たまに出してますっていう感じですね。これちょっとずつなんか色が出始めてきたんで、これからね、頭もなんかちょっと雰囲気が出てきたんでね、ちなみにこいつのパワー UVB はずっと出てます。なのでどっかのタイミングでね、もっと変化が顕著になってくるんじゃないかなと楽しみにやっています。あとね、もう一個、まあ、ここ最近よく言ってたんですけど、暑い日がね、よく続くようになってきて、どうしてもその日光浴をさせたいという話なんですけどね。で、まあ、この間ちょっと某、有名なショップの方とお話をして、いや、最近そういうの多いらしいんですよね、っていうのが、まあ、それってでももう10年前とかからずっと言われてることなんだけどね、って話で、バスキングさせるっていうことですよね、太陽光直下で。まあ正直な話で言うと、まあ、曇りの日に出しても紫外線を吸収することができるし、で亀自体がそのじゃあ 日中ねほとんどの時間っていうのは隠れてしまっているんでね、そんなに直射日光が当たるようなところにね出て、まあ、赤身亀とかねそういうのはいますけど、まあ、例えば箱亀とかそういうのでね、がっつり出て日光浴してるっていう状況はあまりないんですよね。まあ、そこを踏まえて考えると、じゃあまずその日光浴させることが大事かというと、まあ、もちろん種類によっては大事だと思います。ただそれはじゃあ日光浴じゃないもので代なんですかね、代替できるかないかっていうと話になると代替できるんですよね。だから逆に言うと、そこをなんかその誤解させないように、僕はしない方がおすすめですよって話を基本的にはよくしているんですけど、まあ、ただどうしてもしたいっていう方、まあ、僕もたまにはちょっと光に当てたいなと思って、まあ、この水替えの時間だけね足元に置いてみたりとかするんですよね。やっぱりその同じようにその方も、まあ、もし出したいんだったらもう絶対目離さない時間帯だけで、もし例えばじゃあ一瞬でもね、ちょっと移動してしまったりとか、そこから離れるようなことがある場合はその亀を持って移動してね、まあ、亀をしまうなりして移動するっていうのが大事だよねって話で、これ亀はまあね、なかなかそういう風にしてできる、まあ、大変だと思うんですけど、トカゲだと、トカゲをもしバスキングさせたいなら、ちゃんときっちり、まあ、ハンドリングできる個体に限って、あとは逃亡する危険性がないような、ね、個体、もしくは逃亡する危険性がないような場所でやるんだったら、そのハンドリングをして手の上に乗せた状態で、一緒に日光浴をする。そうすると多分、飼育者も熱くなって辛くなってくるとね、終わりにしようと思う。そのタイミングで終わりにするっていうのが、まあベストだよね。まあ実際その人間が辛くなってるってことはね、多少なりとも強い爬虫類といえどもね、やっぱりいい環境でない可能性が高いっていう話なんですよね。うん、確かにそうです。そこまで考えてやるとね、もっとよりその日光浴させることの、まあ、意味からそうなんですけど、まあ、させたいんだったらさせるためにはどういうふうにするべきかっていうのを、ね、考えないといけないのかなっていう。で、一番はね、その、まあ、飼育者の方も残念だと思うんですけど、一番はその日光浴させていてね、暑くて苦しんで死んでしまうカメ、それが一番かわいそうだと僕は思うんですよね。カメを大事に飼育するということの一環として考えると、そこはね、なんかそのカメを苦しませるようなことになってしまう可能性があることをしない方が、僕はね大事に飼っているということになるんじゃないかなというふうに、常日頃思っています。なのでね、まあ、そういうちょっと危険性があるということだけを認識して、まあ、やるならやるでね、なんていうんですかね、もうそこに本気でね、取り組むんですよね。だから日光浴させるんだったら日光浴を本気でさせて、その間に亀をね、変なことにならないような状況にするためにね、自分が意識をしてやらないといけない。何かをやりながらじゃなくてね、そこだけに集中するっていうのが大事なのかなと思っています。ちょっとね、水筋の水位が深いんでね、泳ぎまくってしまってるんでね、そろそろ回収していつもの水槽に戻そうと思います。なのでね、今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。